はい、どうも皆さん、こんにちは、ボニーです。ということで、今回は、ちょっとしたね、報告動画になってます。まあ、詳しい内容とかはね、やりながら話していくので、よければ最後まで見ていってください。どうぞ。はい、ということでね、試合をやりながら話していきたいと思います。どこ行こうかな、まあ、どこでもいいんだけどね、正直。ノーマルマッチだし、まあ、一旦グリムゲットとか。まあね、まあ、早速ね、多分皆さんもね、何の報告かとかは気になると思うので、できるだけ早く喋っていこうと思うんですけど、最初に、まあ、何の報告かと、まあ、その前にね、まあ、いい報告なのか、悪い報告なのか、まあ、気になる方がいると思うので、ちょっと今回、言わせていただくと、今回ね、ちょっと悪い報告になっていて、はい。実はね、単刀直入に言うと、ポニーね、この動画を持ってね、YouTube を、引退します。っていうのは嘘で、はい、全然、すみません、騙しましたね、すみません。全然いい報告になってます、はい。で、何の報告動画かと。じゃあ、こいつ倒そう。OK。まあじゃあ、何の報告か、早速言いたいと思います。ここに、この動画が上がってる今日からね、通常動画、毎日録画していきたいと思います。はい、ということで、この動画が多分ね、9月 23? かな、まあ、月曜日に投稿されてると思うんですけど、今まで自分は、通常動画の方は、2日に1本投稿でやっていたんですよね。なんですけど、今日からね、毎日投稿に、変えたいと思います。なんで、まあ今回ね、いきなり毎日投稿にしたかっていうことなんですけども、その理由について話していくとですね、まあ、自分今、まあ毎日配信と、毎日朝にショート動画を上げていて、で、まあ通常動画さっき言ったように2日に1本投稿だったんですけど、やっぱりね、まあ知ってる方多いと思うんですけど、僕年内10万人目指してるんですよ。ってなった時に、まあ今のままじゃ多分いけないなって思って、毎日配信、毎日ショート動画、あと、足りないものなんだ?あ、毎日投稿じゃんってなったわけですよね。大変なのは、もう、承知の上なんですけど、やれるものはやっていかないとなって思ってて、今回やろうかなって思いました。ルーティン動画とか見てもらった人はわかると思うんですけど、もちろんね、今の時点で時間に余裕はね、あまりなくて、正直、続けられるか今回のは、不安なんですけど、宣言することによって、まあ、やらなきゃいけないみたいなのが出てくると思うので、今回宣言しました。マジで続けるかわからないので、また無責任ですけど、もし一日間が空いてしまったりとか、まあ、続けられなかったら本当に申し訳ないですけど、でもこれだけは、まあ、約束できるのは、今までよりも絶対ね、動画投稿頻度は、増やします。はい。動画の投稿頻度は絶対、毎日投稿が続かなくても増やして、まあ、最初のうちは慣れないかもしんないけど、まあ、徐々にその毎日投稿を慣らしてきて、まあそういう波に乗っていければなって思います。はい。まあね、もうこんな感じで、まあ本気で年内10万人目指してこれからも活動を頑張っていくので、よければね、皆さん、チャンネル登録とかよろしくお願いします。そして引き続きね、ポニーの応援よろしくお願いします。はい、まあ今回の話したかったのは、まあ、こんなところかな。最初引退するみたいな感じでちょっと話しちゃったら申し訳ないんですけど、まあまあ普通に報告してもあれかなと YouTuber 魂が出ちゃったんですよね。まあ、今回は、通常動画をこの動画から毎日投稿するとなんで、まあ明日からも、いつもだったら2日に1本なんで、これ上がって、またここから2日後に上がってたと思うんですけど、もう明日も動画上がりますんで、はい。そうで、まあ、僕のことをあまり知らない人とかもいると思うので、まあ、詳しく説明しておくと、自分は、その、平日は、17時に動画を上げてます。まあ、5時ですね。平日、休みの日、土日とか、まあ、祝日の日とか、全員が休みな日とかは、11時、午前の11時に動画を上げています。はい。なんで、まあ、これから僕が投稿していく上でもね、多分、何時に投稿するかとか、知っといた方がいいと思うので、よかったら皆さん、覚えててください。はい。正直マジで自信がない。今頑張って用意しててもきついと思っちゃう。うん、マジで。まあ、本気で頑張ると思うので、まあ皆さんそこはね、本当に応援してほしいですね。毎日動画ってマジで大変で、うん。ルーティン動画とかね、マジ見てもらえればわかりやすいと思う。
マジで、でも、毎日トークは本当に厳しいなと思ってる、ね。マジで、途中で、ここにこいつネタ切れかもしんないみたいな、変な動画が出るかもしれないですし、よろしくお願いします。よろしくお願いします。壁張り系強すぎだろ、こいつ。でね、まあ、毎日投稿していく上でやっぱりね動画のネタって必要なわけですよ、永遠に、うん、あればあるほどいいと思うんですよ、動画のネタっていうのは多分足らなくなると思うんですよ。もう正直今のチームもなんかもう始める前から幸先悪いけど足りてないと思ってるから。そうなんで皆さん、コメント欄とかでこういう企画やってほしいとか、なんかね、やってほしい企画などリクエストありましたら、もうぜひ気軽にこの動画でもいいし、他の動画のコメントでもいいので、よかったら、書いてほしいです。はい。いいなと思ったやつとかは、まあ、これからね、やっぱ今までの倍以上企画をやっていかなきゃいけないわけなんで、どんどんやっていこうと思うんで、はい、よろしくお願いします。これだけで動画終わるのもあれなんで、他のことについて話していくと、まあ、やっぱね、皆さんが気になっているのは、まあ、顔出しの件とかですよね、正直。うん。やっぱ顔出しって、なんか機会がある時にしたいなと思ってるんですよ、僕、個人的には。うん。だから、なんかいい機会ないかな、例えばチームに入るとか、なんか機会ないかなみたいな、大型イベント。そう思ったんですけど、まあ、登録者10万人いった時なのかなって、僕は思ったんですよね。まあ、なんで、まあ、年内登録者10万人いったら、まあ、その正式に、この、俺のチャンネルの動画で、まあ、顔出しようかなって、考えたんですね、まあ、少しは。うん。まあ、結構考えているんで、本当に皆さん、応援します。みんながね、応援してくれた分だけ、俺もやっぱ頑張れる気になるから、うん。まあ、これからもね、本当に頑張っていくんで、よろしくお願いします。まあ、またね、ちょっと、これが本当にね、この、毎日投稿とかが、マジできついとか、あったら、ちょっと、本当に辛いですみたいな、本当に辛いですっておかしいけど、でもそういう、それこそ報告動画出すと思うので、まあ、これからもね、ちょっとこのチャンネルを見守っていってほしいです。ということで、まぁ、ちょっとなんか、話すためにノーマルマッチ来たものの、時間が深夜だからなのか、意外と動ける人が多いということで、まぁ、しっかりこの試合勝って、動画締めたいと思います。よければ最後まで見ていてください。OK。実質この動画が毎日投稿の一番最初の動画ってことだもんな。まぁ、続けば。続けば、でも続けばだけ絶対ダメだな。やっぱ続けるっていうやっぱ強い気持ちでいきましょう。はい。いや俺がチキってたわ。ダメですね。おラストだ。やばい。車にメダルが待ってる。おい。はいオッケー。はいオッケー。まあね、その動画のネタだけじゃなくて、まあ、何々さんとコラボしてほしいよとか、そういうコメントもぜひぜひお待ちしてますので、よろしくお願いします。でもね、絶対毎日投稿って、なんか、渋ってたらネタとかをめっちゃなんか厳しく一個一個選んでたら、絶対続かないわけですよ。はい。もう考えて全部取ってやっていこうみたいな。その上でやっぱり編集とかもしなきゃいけないから、まあ大変なわけですよね。なんで、まあ、これから多分ね、あ、ポニーこんな動画あげんだみたいな。なんか初めての企画とかも出てくると思うから、本当にね、やっぱその、投稿頻度が増えるだけじゃなくて、いろいろな面で多分進化するのかなって思います。本当にマジで頑張りたいですね。まあ、一旦一週間、まあ、二週間とか。とりあえずなんかなんか石の上にも3年って言うんで、3週間とかまあ、大体3週間だと1ヶ月ぐらいですね。1ヶ月ぐらい続けたいけどね。30何本続いたら結構すごいと思うよ。しかもやっぱ俺がよくあるね、学校行きながらで競技もやってるから無理でしょってって思われがちだから、まあここで、まあでもここでやっぱ本気でやらないと変われないのかなと思ったんで、もう本気で俺はもうね年内10万人行こうと思ってるんで、皆さんマジで応援よろしくお願いします。いいよこれ。さあ20キル目指してやっちゃうよ。
オッケー、いいね。いや、いいよ、エイムいいよ、今。あ、もう20キルペースです。もしかしてキル数が俺の毎日投稿続く日数とかだったりしないね。だったらできるだけ多くキルしといた方がいいな。いる。やっと見つけたよ、お前。やっと見つけたぜ、ベラボーめ。はい。あと1人。いや、だいたいこういう1人が出てきたらね、もう1人もすぐ見つかるんですよ、こういう時。ふっ。いました、ほらね。オーラーもあるあるということで決めたいと思います。え、皆さんこれからね、毎日投稿とかもう今までよりも頑張っていくので、ポニーの応援よろしくお願いします。あー、あれ、よし、オッケー、ありがとうございました、ありがとうございました。ということで、本当にね、これからも、ま、年内10万人目指して、なんならもうその上を目指して頑張っていくので、よければチャンネル登録、高評価も、これからも応援よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。